強い。強い。お前今から格闘家になれ。いや違う。はいパンチ。ボディ。おい。漫才劇場入りたいです俺。これワード入らないです。最後はどう。まあこう例えばチャンピオンベルトみたいな、これもすごいですよ、うん、柴田はそれなんで慣れてんのよこれ。思ったの違った。まあそうやね、ここでこうまあ実際パンチ打つっていう、だからやっぱり言い前ここだ、ここボディやな、こう打ってみたら。え、打っていいんですか。はいよ、うん、普通に、うん、おいね、え、こう下から入った方がいいですか。まあどっちでもいい、うん、うん、一回殴ってたらちゃう、やっぱそうです、ね、あ、なるほど、こいつ反撃してくんねやっていう、うん、もう、うん、そうそうそう。うえぇ、ー、あ、強い。強い、うん、強い、お前強い。いや、入らないですか、これ終わるの。これ終わるの入らないですか。いや、才能あんな、お前。お前、だいぶ強いわ。いや、今の強かったっすね。強い、うん。で実際にもう早い話が、はい、あのいざという時に攻撃をしてるわ。なるほど。ぶっちゃけ攻撃だからぶっちゃけこう来た時に返してると思うんですよね。はいはい。まあ例えばここにジャブって言って、もうパンチ、ジャブっていうのはパンってこう、うん、あ、強いねお前。はい、だいぶ強い、ね、おい、こっちは、おい、お前むちゃくちゃ強いやんけ。なんかやってたやろ、めちゃくちゃ強いやん。お前やってない、そんな。今のは強かった。ちょ、ちょ、待って、お前、お前、今から格闘家になれ。いや、違う。お前、俺、素人のミットでこんだけフォーム綺麗って初めて見たわよ。ガチンコファイトクラブみたいな。これは、俺は思うたやん。思うたやんけ、じゃないっすよ。蹴れるか蹴っていいんすか、うん、ほんまに蹴っていい、うんうん、うわ、強いな。お前、だいぶ強い。あ、強いわ、お前。お前、でも、やってた。お前、めっちゃ強いぞ。なんか、やってるぞ、蹴って。まあ、そうなるやん。いや、はい。こう、下に下がっちゃいますもん。お前、え、なんなん、お前。めっちゃ強いやんけ。うわ、強い、お前。こいつ強いわ。違う。こいつ。お前むっちゃ強いわ。ほんま。なんだ。違う。お前試合出てみえ、マジで。え、そう。じゃあほんま出し出ま出よ。むちゃくちゃ強いわ。待ってね。パンチすごかったっすよね。ほう。じゃあ漫才劇場目指してるから。ちょっと待って、お前。ちょっと待ってじゃないっすね。お前たちつけてみこれ。いやだから。お前ちょっとほんまガチつけてみ。才能。お前なんか今才能今開いた。お前それ一回結べ。なんか飛んできそうで怖いね。あ、足が。俺マジでこんな強いやつ初めて会ったかもしれない。僕パンチできないんですよ。せやろ。で俺、はい、道場とかいろんな道場変えてて素人の人の感じ知ってんのよ、はい、俺ほんまに今まで出会った素人で一番強いかもしれない。素人やけどなんか自分があれ負けるかもしれんって思った。初めて。体重が乗ってるんですよね。いやガチですごいよ。ちょっとびっくりしてるの今。八木さん目の色変わりましたもんね、うん。お前マジでそっちで行った方がいいかもしれんな。違う。こういうのはしたいんじゃないです俺ら。はいはい、ここパンチ。なんかどっちでもいいよ。おい、うわ強っ。おい、うわ強っ。うわ、これ強い。おい、ここにボディ。うわ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 、これは強い。はい、キック。こっちは。うわ強い。はい、パンチ。はい、ボディ。おい。俺漫才劇場入りたいです俺。これは強い。いや、これは強いじゃないですよ。お前素人のボディでこんな効かされたの初めてや、ほんま。いやだってこれつけてますもんね。これつけて効かされた、ほんまに。お前ちょっと笑えへんわ。ちょっと焦ってるわ。いや焦ってるわ。だから俺ぶっちゃけお前は大丈夫や。だからお前絶対剣が強い。したことある喧嘩。
まあ小学校の時とかは負けたことないやろ。小学校の時なんかあのいじめられ、なんかいじられたりしたらぶん殴ったらしいんですよ。うん、お前結構番長的な。せやろ、ガチで生まれてから喧嘩負けたことないの。負けたことないですね。ないよね。はい。わかるわ。体重なんてよ。今90です。だ階級的には90か。で身長何センチ？180です。うーわ、これは強い。これあれ違う格闘技ちゃいますよ。いやお前多分ほんまむちゃくちゃ強いじゃん。ね、何をやってんのずっとこれ。違う違う。ちょマジであんま味わったことないぐらいの強さ。なんで話聞いてくれるの？なんでヤギさん話聞いてくれるの俺の。いやちょほんまだからこう吹っ飛ばされてんヤギさんが、うん、こうつけてんのに。お前なんでつけてんの？もっぺんボディー持って。お前なんでそんなにボディーがきついんやろ。お前どっから来てんの？うえー、違うなんでお前体の使い方知ってんねん。いや違う、それは知らないです、俺もその生まれつきでやってるし。いやちょっとなんか今、僕らが護身術教わる側やったのに、うん、まさかの才能ちょっと怪物見つけたわ。はい、すいません、すいません、謝れ。すいませんでした。おらおら、大げさのせい言ってるだろ。あこれもっと強い。そうローションがでかいから。おいしょ。おいしょ。 Thank you.